お久しぶりです、お二方。お久しぶりです。お久しぶりです。実はどうもお世話になりました。いや、全然全然。もう二人がいる時点でね、どんな企画かね、ご察しつくと思いますが。そうね。はい。というか前回いなかったよね。そうよ、ビビっていいんだよね、はい、ビビったの？ミスドの時 ね、ビビってたら震えてた、部屋の隅でガタガタ震えてた、ね、風邪ひいてたらビビった一人足りないくせに企画の内容別に変わってなかったからねそうだよ、負担がただ増えて単純にきつかったら、めっちゃなんかあの人いっぱい食べてたよあ、ね、食べてくれてたね、今日多めに食べろや今日お願いします頑張ります。まあもう皆さん何やってるか分かると思うんで、はい、本編いきましょう。 OK、はい、クロノワールがなんかやる。お寿司100貫食べるまで帰れません。イエーイ、4人で食べる企画の第2弾として、今日は4人でお寿司100貫食べるまで帰れませんやりたいと思います。やったー。ちなみに1人25貫。イエーイ。これ意外とでも簡単、まあ、大余裕。25貫だもんね、うん、25皿じゃないもん、うん、お寿司屋さんで1人が食べる平均のお皿は 9.6枚。つまり20貫ほどらしいです。おー、ちょっと多いぐらい。ちょっと頑張れば、これね、いける。いい感じですよ。いけるよね。今回。程よいわ。これ大食いじゃない。うん。中食い。中食い。昼めで。昼食。昼食。昼飯だね、それ。お寿司以外のサイドメニューもたくさんあるということで。やった。実質ご褒美だねって言わされてる。ごめん。まあまあまあ、寿司なんてなかなかね。今言わされた。まあ確かにね。寿司なんかは手に入らない。なかなか食べれないからね、寿司でしょ。お前どこ住んでんだよ。じゃあやりますか。早速やっていきましょう。はい、クロノワールがなんかやる。なんと今回はこちらに回転寿司のレーンを用意しました。すげえ。ポチッとな。うわあ。テーマパークじゃん。今日はテーマパーク来たみたいだ。今日はこのレーンで回転寿司を楽しみましょう。イエーイ。おうちで。結構早いぜ、しかも。てなわけで。はい、何食べる1貫目、大事じゃない？これはもうモチベ言うよね。みんなの好みが分からん、ね、早いんだよ結構、ね、もう時速20キロぐらい出てる。ふざけたらなんか瓦解して事故るからマジでやめてね。あ、皿ごとパッと取れない。早くて取れない。いや、これ早いもん勝ちじゃない？早いもん勝ちじゃない。1貫目何？じゃあドラフトする1貫目だけ。ああ、そうね。第一指名、せーの、ハマチ。あれ待って、全部分かれた。あ、待って、ハマチ誰？あれ光物じゃないの？これ何、ハマチ？これハマチ、これハマチです。これハマチ、これハマチ、ハマチ、ハマチ3人じゃん。ハマチさん何人？イカ。イカ。いいよ、おめでとうございます。イエーイ、第一指名。こいつはね、光物がある。ハマチじゃんけん。最初はグー、じゃんけんぽい。あいこでしょ、あいこでしょ、あいこでしょ。最初はグー、じゃんけんぽい。うわ、ハマチ負けた。いただきました、互いがハマチの。じゃあ第二指名、第二順。ハマチだ、これどっちの？のイクラ。おー、イクラ。おー、イクラネギトロで。ハマチだ。いいじゃん。いいじゃん、いいじゃん、いいじゃん。じゃ決まりましたね。ハマチ人気だよね。というわけで、光物好きなんだよ俺。第一皿目はハマチ、イクラ、ネギトロ、イカ。イカ。イカとかね。いや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 。一人イカだもんね。イカはなかなか。イカいいぞマジで。渋くない？イカ好きなんだ。うまいんだよ。ちょっと一個トレードしようぜ。お、それめっちゃいいね。やば、トレード。そのシェアいいのか。こういうのありだよ。それあり。じゃあイカ誰も欲しくない。イカとイクラトレードしないよ。イカいらんだ。イカとイクラ。ネギトロもないで僕食べたかったんだよ。いただきます。いただきます。いただきます。まず醤油をね、これでも買ってくれつけて。そういう人いるよね。今日一食目ですかみんな。うん、うん、そうね。え、うまくない寿司。イカってうまいわ。イカ好きなんや。まあ、そこそこです。うん、へ、なんかやべえやついたらしい。この正直もんがよ。平均以上出すって大変だからね。うまそうよ。平均出せるのがすごいんだから。あれもうまいよ。うまい、うまいよ。ちゃんと寿司とか食う？最近全然食う。全然食うんだ。うん、寿司好きなんだ。でもあれだな、あれ欲しくね。上がり。うん、上がり、うん、お茶欲しいね。水でもいい。水でもいい。確かに。そんなもんあるわけねえだろ。厳しい。甘えんな。黒なんて出ねえんだ。黒なんはないんだよ、飲み物は。お前喉詰まったらどうすんだよ途中で。醤油で流し込め。苦しい。美味しいね。うん、美味しい。え、これどんどんいけんじゃない？うん。もうだから2巡目いく。まあ一旦減らしていこうか。いいの取ってって。2巡目もいっとくか。パッといくかじゃあ。取っちゃうよマグロ、いいの？お、あ、今なんか。いいよいいよいいよ。いいよ。いいよ。
ゲストだから今日。じゃあ僕はエビエビ。いやごめん、ほんとごめん、ちょっとここは行かして。稲荷稲荷いいじゃん。ごめん行かせて。ごめん稲荷。あ、マジいいじゃん。じゃあエビにしよっかな、俺も。エビ美味しい。これあれしよう、これ生エビかな。で、そっちが多分、こっちはね、ボイルされてる。ボイルエビ、ボイルエビ、サーモン。あー、いいんじゃない。サーモン、いなりはね、醤油いらないですからね。いただきます。エビからいなり、渋いね。いなりって醤油ないんだな。そうね、まあ、もういなりに味ついてるもんね。うん、いただきます。うまい、最高だよね、黒な。うまいい番組だよね。ね、俺らのマクドからどんぐらい経ったの。お前ら安上がりすぎだろ。1年。え、マクドから1年1年、うん、あれ1年前、うん、だマクドの時は、うん、なんかすげえさ、別にちゃんと計測もしなかったよな、1万円確か。あれ9000円ちょいぐらいで帰った俺。そうだっけ。なんかちょっと微妙だね。デリバリーだから、その、うん、あ、加算ちょっと値段がね、増えちゃうんだ、送料で。確かに、あれは戦略的撤退でしたね。この4皿が残りましたけども、いや、すごいよ、今回ってる4皿。いや、そう。え、てか、でもさ、美味しそうだけどね、どれも。美味しそう。え、これあれなのか、その、もう4、なんか足されてくんかと思ったけど、100貫分しかないのかな。あ、もっとあるんだ、オーバー分あるんだ。じゃあいらないものはいらないでいいんだ、言ったの。やめな。いらないもんやめな。優先度あるから。優先度ね。まあまあまあ、まあ、まだこれでも食べれるやつあるんじゃない。じゃあまた好きなの取っていくスタンス。どれもいいっすよ。早いもん勝ちだよ。でも絶対食べたいのあるから取っていいじゃん。いいよ。でも卵もらうわ。卵好きだよ。卵めっちゃ好きなんだよな。お前らそういうマインドだと行っちゃうよ、行っちゃうよ、行っちゃうよ。行かないんだ。じゃあこれにしちゃおう。おえ。ホタテ、ホタテ。イブラヒムさん、赤身食いてんだけど。どっちも赤身。赤いよ。これみんなで分けて食えばいいじゃん。しかもこれ一貫扱いらしいよ。まあでもいいよ別に、全然。じゃあ何食べるんですか。マグロ、ホタテ、鉄火巻き、鉄火巻き、卵。なんかね、鉄火巻きは6束一貫みたいな。6束よね。まあ1束を前も俺ビッグマック食わされたわ。食わされたとか言うのやめろ。コスパ悪い、確かに。うん、美味しい。いただきます。うまいね。あー美味しそう。マグロうまいわ。え、マジ。うん、クオリティ高い。うん、うまいうまいうまい。え、マグロこれ。マグロじゃない。なんかね、風味がなぜか柚子っぽい風味がある。あ、でもサーモンもさっき柚子っぽかったから、もしかしたらだけど、柚子が作ってんだ。あの、隣接してる、隣接してたのかも。かもね。以前。味が以前お隣さんで。以前お隣さんで。柚子がお隣で。ここに来るまでの間に、柚子の影響受けてんだ。香りが映っちゃったかもしれない。なるほどね。いや、でも寿司って意外と結構お腹いっぱいになるんですよ。あれね、寿司はスピードでいかないと。どうした？その参加してくよ、そんな空気に触れさせてる。1人1個ずつ、1個ずつ。しょうがねえな。まあ、お前が言うなら。どれでもいいから取れ。早く早く取れて。どういう取り方？取るの下手だし。はい。もうだいぶいったか。もう、あ、お茶もいただきました。うん。おかげで若干達成です。暫定。もうないもんね、目の前に。うん、ね、食べたよね。暫定何巻だろうねこれ。26。いや、そうよ、20巻ぐらいは16、24だから、6巻、6皿で、これをあと4回やれば、え、めっちゃ楽じゃん。どうする？全然いけるぞ、まだ勝ったね。ドラフト戦にする？続きましてお願いします。続きましてというわけで、時間経つとね。いや、そうあの、血糖値が今のうちにね。クロノワールがなんかやる。じゃあどんどん食べていこうよ。はい、というわけでね、メインは取っ払ったんで、ここからの好きなやつ食べていきましょう。やっていきましょう。何する何する。え、オイラこれがいい。オイラ持っていい持っていい。これもう持っていい。これ神の寿司でもなんでもないよ。おい、なんてこと言うんだよ。僕の鳥皿なくなったって。シャリの上の骨皿乗った肉が好きだったろ。なんで僕の鳥皿なくなったんだよ。それでいいじゃん、醤油にぶち込んだよ。そもそもなかった説。それはないんだ。え、鳥箸は、鳥箸。鳥箸もない。ちょっとまず茶碗蒸しやってさ、これでさ、え、茶碗蒸し一貫に入りますよね。一貫入んないんだったら食わん、入んないです。食わんよ、ありえん。はい、茶碗蒸しどうぞ。茶碗蒸しが店でタダで食えると思うのか、みんな。、はい、無理だよね。じゃあ一貫だよな。一貫だよね。
じゃあ僕は普通に寿司食ってるわ。茶碗蒸し昨日帰ってるから。 OK、 はい、じゃあエビ天もらいます。あぶねー、天ぷらなんだよ。サーモンマヨみたいなやつ。エビ天おすすめなんだよ ね、 いいね。わ、もうこれめっちゃ取りにくい。とりあえず茶碗蒸し一口だけ食うわ。俺ホテイていいっすか。いいよ、ホテイていいよ。これさ2個取んなきゃダメなのか。え、2個同時取り。じゃあ全部こっからできてるから。サーモンマヨいただきます。ナイス。サーモンマヨって醤油つけんの。つけてもいい。俺はつけるな。まあ、つけてもいいんじゃん。あれついてると思うけどね。そうなんだ。つけたらさらに美味しそうじゃない。うわ、いただきます。茶碗蒸しからいきます。え、うん、茶碗蒸しめっちゃうまい。ほんと。うん、まだあったかい。うん、うん、もう冷たい。死んでる。タコいきます。はい。おお、渋いね。俺ね、まあ、うん、生ダコ好きなんだよね。生きダコっていうの。渋いね。踊り食い。うん、踊り食いしたことある。生きてるタコね。イカはあるよ、イカは。どうだった踊り食い。もう記憶にない。おもろかった。あれって口の中で動くの。胃の中で泳ぐの。大した記憶ないんだよな。でも美味しいよ。踊り食い怖くない？座ってみると、うん、ね、うまい。キノコ上しか入ってない。キノコは入ってるよ、中にも。結構ね、ギチリテかも。ギチギチだね。あ、まあ、でも上積み結構。じゃああげる。あ、大丈夫よ。あげる。誰か欲しい人。まあでもカウントされなかったらイブラヒムになる。寄り道だって大丈夫よ。無理して食うもんじゃねえだろ。というわけで、はい、次。え、私は、え、このなんかザワが言ってたバケモンみたいなやつ食べたの。おい、そんなこと言ってない。ホッケガイね。ホッケガイのことバケモンって言ってたのか。いや、キモ寿司って言ってた。見た目がね。これ何、これ。それ卵とか乗ってんじゃない、黄身。それはですね、はい、お願いします先生。うん、それは卵黄とろろ軍艦。おお、やめとくよ。いや俺サーモンもらうの。いや、サーモンもかったよ普通に。サーモンいただきます。これさ、うん、贅沢していい。いいよ、特別ないよ。サーモン2回いきます。トロサーモン鶏橋で。自分蒸しホタテ玉ねぎポン酢いきます。びっくりした、虫とか言い出したとか。ちげえ、虫いきます。なんだね。赤貝。ああ、言ってんすか。贅沢なのそれって。赤貝は贅沢ですよ。高級。高級です。これ、これ何、エビ、甘エビじゃない。甘エビ軍艦。軍艦。え、ちょっと甘エビいただきます。甘エビマヨ軍艦じゃない。いや、いいね。ホタテ好きだわ。ホタテ好きだよね。なんか、うん、ホタテの醤油のやつ食べたいってずっと言ってたの、うん、北海道ロケ行こうぜ。いや、連れてってよ。連れてってよ。連れてってよ。北海道会ある、うん、ね。黒ナン、黒ナン北海道会の時連れて行く時、連れて行くよ。じゃあ2人、俺ら2人で、ね、ゲスト。なんでみんな乗り気なんだ。黒ナン外ロケとかしないの。しない。ないね。あ、ないんだ。だから初回になるかな。あ、いいじゃん、うん、行きたいの、外ロケ自体は。黒ナンの2人は行ったっていい。っていうか、あの、人と行くんだって絶対楽しいから。まあね、うん、まあね、うん、楽しいだろうね。ちょっと過去にあったんだけどね、外ロケの話。だから一瞬ね、あったんだ。いや、あんま興味ないっすねって言っちゃった。言うなよ。したら、うん、あと別の人が言ってた。言ってた。驚きに。あ、例の？例の。作だか優衣だか。あ、それ？うん、そういう系ね。みんなこれいる？炙りかぶり。炙りかぶり。炙りかぶり。行きますか、じゃあ。牛カルビ炙り。それではお願いします。ウニ行くわ、ウニ。牛かぶり炙り。1回目1回でミスんねえよ。それ何回も言ってミスる。みんなだからね。え、これいい、みんな食べていいから。これウニのことを言ってますか。そう、ウニ。俺ウニ美味しいと思ったことないから、いらない。まあ俺もいいや、それは。今回いや、マジでそんな贅沢できねえ。ウニ1個食べてから決めるわ。じゃあどうするか。ウニ結構出るじゃん、店によって。まあ店によって、まあね、出る。なんかね、1貫までなんだよ、食って。まあ、1貫入ってれば食うけど、うん、今食べるウニは美味しいかもしれない。正直言っていいっすよ。本当のお前と話したい。あれ、意外とあんまやね。あんまやね。まあまあ、そうだろうね。まあ、好みはあるよね。そのウニね、もともと好きだとか好きじゃないだとか。結構なんか、海鮮というかさ、うん、まあね、海の味なんだよ。新鮮すぎる。海が好きな人は多分本当にウニ向いてると思う。ハーファーとかね。うん、海。そんな、そういう理由でいるの、あいつ。海行けばいいじゃん。海の匂いが好きで。行ったっていい。これとかさ、みんなでも美味しそうだよ、これ。いや、そっちの方がいいよ。うますぎて、許せない。
これはね、一人一貫でも食べていいんじゃない？これはね、中ティーだよね。中ティー中ティー中ティーでしょ、これ中ティーっといた方がいい。中ティーは絶対うまいじゃん、だって中ティーはじゃあなんで中ティーってうまいんだろうね。絵面がいいもんね。ある時気づいたんだよね、大トロより中ティーの方が強いって。まあそうなんだよ、中ティー&中ティー。中ティー、じゃあ俺ら合わせて4貫いきます。そうね、そうね、これはまあ1人1貫の。そう、あでも美味しそう、めっちゃ脂の乗りが中ティー。大ティーぐらい中ティーじゃない？うんうん、いただきます。うん、おいしい。うま、本当にうまい。え、これでもう結構さ、何回いったんだろう、70ぐらいいったんじゃないですか。70いってねえだろ。計算おかしくない？お、でも半分ないぐらい。43だよ、勝ちだろ普通に。43は勝ちだね。これ何でもまだいけるな。結構美味しかったよ。もういってるやん、もうそれ過去形だよね、なんか。え、じゃあキモスギガイ食っていい？キモスギガイ、ホッケガイのこと言うのやめろ。キモスギガイ見た目グロいだろ、でもグロい。明らかにキモスギガイどうぞ。でも好きなんだよ俺、貝類。もう美味しいよね、うん、なんか独特だよね、貝って。でも、貝も種類がいっぱいあるよね。ホタテは貝だよね、一応。ホタテも貝。ホタテは貝だよね。エビ2個いった。じゃあいきます、ホッケガイ。これさ、うん、これ中ティー？大ティーじゃね？中ティー見てよこれ、ね、このレベル、うん、もういいよ食べて、ね、でも好きよな、フライドポテト。あ、もう死んでる？冷たい。あー、どんまいだ。結構大事だよね、そこも。ちょ待って、あったか茶うまいっす、ね、あったか茶おかわりしたい、ね、あったか茶飲むとちょっと落ち着いちゃうよね。うまっ。ちゃんと寿司に合うんだね、あったか茶って。これ天才じゃね？いや、えらい妖精に関して。いいわ、二枚重ね、二重らせん。厚さがね、厚くないもんね、二枚貝ね。二枚貝、ここにも貝。まあ、じゃあ俺大人なんでタイいただきます。大人のね、ティー、大人の選択だよそれは。ティー一回いただきます。僕さ、うん、あれエビ天食べたい。うん、これかい？それだい。それね、イカ天です。これもうエビはないよ、エビ天のエビは。じゃあイカ天食ってきた。タイ行きましょう。でもこれチンしたいな。まあ ね、 あるよね、そんな文明があればいいけど、これマジでもう惹かれるもんがない。わかる。そうなんだよね。サバか、サバ行くわ。ナップ的にね、結局俺さあ、ワントリックポニーだから寿司。しかも、いやわかる、寿司って本当好き嫌いめっちゃ出るからね。そうなんだよね、ワントリックポニーっていうのは一つのものだけをずっと食べるって意味です。一応 OTP だから。でもこのバリエーションいいよな。まあね、一つのキャラクターずっと使うことをね、指すんだけど、幅広い。これ何これ？それ、それネギトロ？明太じゃね？明太か。もうこれ絶対うまいぞ。絶対うまいじゃん。危ねえ。見落としてた、見落としてた。実はいるんだよね、光った明太子。まあまずは一つ。じゃあ俺締めサバいきます。あ、いいじゃん。締めてんね。光り物好きなんだ。うまっ。光り物結構匂い強いイメージあるけど、まだまだ光り物だね。地味にここにオニオンで埋め尽くされてるけど、サーモン勢もいるからね。オニオンで、オニオン。あ、なんで、すみません、柚子乗ってると無条件で取っちゃうんで。出た、柚子いかじゃない。すみません、すみません、うん、お前お客さんに背中見せすぎだろ。いいんだこの番組は。柚子乗ってんのめっちゃ多いけど大丈夫？すみません、柚子無条件で言った。すげえ、すみません、柚子はすみません。もうない、もうない、柚子ない、柚子。どれ？レモン。これレモンだから、うん、レモンはある。同じ柑橘系でも譲ったね。サーモンもいっぱいある。サーモンライン、サーモンライン、ゆずさー2にイカゆず2に明太マヨ1。おー、一気にいったね。うん、もうこれ決めにいった、フィニッシュ。いよいよバイキングみたいになってきたね。僕ハマチもう一回いきます。ハマチマジうまかったよ。ね、ハマチまだあるよ。ああ、ああ、食われる。ハマチまだあるよ、一貫。じゃあ俺も客に背中見せよ。うん、うめえ、ゆず。うん、これ何？それはイカか。イカじゃない、イカもいただくわ。イカ好きなんや。どうぞ。縁側、縁側。ナスはナス、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 ナスは最後かな。まあ俺も一旦ナスいっかな。じゃあネギトロうまいよ。お、ネギトロあんじゃん。ネギトロあんじゃん。四貫取りました。ナイス。いくらいくらイカネギトロ。おお、いくらいくらイカネギトロか。ほうほう、素晴らしい。御用達。ほう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 。キズラヒム。キッズ黙ってないよ。ベロがさ、ガキだからやっぱり。ガキ大将、ベロが。俺これネギトロのラー油みたいに乗ったやつ食べるわ。うーん。さっきの残りのネギトロいただきます。これいただきます。とこのコーン、コーンベイビー。うん。うまいよね。コーン好き。
うん、あと1回ぐらい取っとくか。スタンディングオベーション、カンパチもらおうかな。めっちゃハマチか。ありがとうございます。じゃあ3巻、ネギトロコーンハマチ。うん、いいね、いい選択だね。まあ50は超えたかな。いや、これ多分60いってる。ちょっと何が見えてるんだ。いや、でもいってるか。いってるって言ってた。今だってみんな一気にいったもんね。みんな全然、え、全然そんなはずないよな。でも増えた12いくいってた。俺そんなに食ってないっけ。多分だけど、うん、食べてないから。取ったのは合わせたら多分60いってると思う。ここに残ってるから、うん、食べたら追加されるんだ。うん、うん、そういうことね。正式ね。なんでそんな厳密。焦るなって話。焦んなって、もう食うよって。あ、すごい、いっぱいだ。すごいわそれ。いや、俺多分、俺もね、ほぼね、胃に入ったやつでいくと20超えてる。僕25いってる。俺30食ったよ、もう。いや、よかったね。負けね、危ない。次のテーマお待ちしてます。帰るな。終わってねえんだ、まだ。また終わってねえんだ。もうこれしかねえんだから、食うしかねえ。イカ、食ったことある？イカあんまないっすね。めっちゃ下手やん。あんま食わん？あんま食わん。イカってさ、うん、無味だよね。まあ、食感を楽しむ系ではあるか。そう、まあ、イカ好きな人いるけど、でも俺あんまイカそんなに好んで食わないよ。でもさ、おつまみ系のイカはどう？あ、でもあれはそのイカそうめんとかね。そうそうそう、うまくない？なんかそのイカを焼いてさ、うん、七味マヨとかつけるイカは好き。うーわー、まあ、それ屋台のやつね。そう、屋台系イカ。居酒屋とかのやつ。あれうまくない？屋台イカうめえなんてもんじゃねえ。イカ焼きだよな、うん、俺ね、マヨの次の最強調味料はね、バターだと思う。あ、まあ、バターはね。一番好きな調味料なんだ。マヨ、マヨ。オーストラーユ好きだわ、調味料。なんだ、オーストラーユ。お酢とラー油2つ。お酢とラー油ね。そうよ、オーストラーユっていう調味料だと思うんだね。お酢、ああ、お酢さ、皿うどんって油入れる？油そばに、油そば、油そばとかね。分かんない。店の住人がかけてたから。冷麺とかね。それ真似してかけたことがあるぐらいで、自らかけたことないわ。お酢。醤油と混ぜる系だよね、お酢は。まあそうね。餃子とか食うと。あ、いいね。餃子食いてえな。餃子100個？いや、まあ、いや違いますよ。結構いっぱいあるよ、ね。お寿司やらしてもらってます。餃子100個きついな。きついね。いや、やっぱたこ焼きでしょ。たこ焼き100個も地味にきつそうだしね。粉もんはガチきついぞ。作る楽しさあるよ。作る楽しさはもう途中からない。作るところからやしてくれるんだ。たこ焼き30個にしようじゃん。ホームパーティー。全然いける範囲でやろう。30個耐久。赤貝食います。誰も食わないの、赤貝。めっちゃうまいぞ。貝好きやん。はい、貝もう取っちゃいました。誰も羨ましがってる。お寿司屋さん行く？ウーバーもう最近あんま行ってないかも。お寿司屋さん行かないよな。店で行くことなくない？うん、ないないかも。で、ウーバーとかだよね。うん、何頼むの？じゃあ寿司、ウーバーってさ、一個ずつ選べるじゃん。俺ちなみに縁側めっちゃ好き。わかるわ。縁側うまい。縁側うまい。炙り縁側。俺縁側一番好きかも。うまいよね。何のどの部位だ？カレーのひだひだ。そう、なるほどね。いや、でも実際マジ生タコとかしめ鯖、赤貝、うん、渋いね。渋いね、なんか確かにね、しめ鯖渋いね。とかつぶ貝。あ、つぶ貝美味しいね、確かに。いくら、つぶ貝好き。赤身、まあ、赤身しっかりあるな、好きなのぐらいをまず行って様子見る。で、そっからそのお店のその日のおすすめとかあるじゃん。あ、書いてある旬のやつ。そう、海底で手書きメニューあるじゃん。店主おすすめとかもつまみつつ、はい、チャームシ食って終わりかな。チャームシ締め、締めというか、はい、うん、卵やね。卵好きだね。卵、卵、サーモン、テイメイゴ。うわ、ガチ寿司食いてえな。ガチ寿司、そのイケスで弱らせたやつ。ちゃんとね、注文受けてから魚を殺してさばいて、なんかわかんないやついきます。オートロだな。なんかわかんない。なんか血走ってるよね、そのこいつ。なんかわかんない。タイかな。タイ行きました。タイっぽいな。タイっぽいよ。これ何、これ。マダイシ。カツジメ。マダイシ。イキジメ。もう食わんやん、みんな。俺しか食ってなくて。いや、食ってるよ。めっちゃ食った、めっちゃ食った。で、俺サーモンいきます。サーモンラン、オニオン。お、優勝おめでとう。ありがとうございます。サーモンランで、サーモンランの優勝だろう、ね、ありがとうございます。されてんの、うん、うん、うん、オニオンサーモンうまい。あ、みんなの現時点が15、15、18、16なのよ。で、64だから残りが36か、
を読んでもらったら。お前早計算。本当か10 19 6 7 7 8 9 10 10 10 15 最終問題。前回のミスドもあるからミスドもあるな。何それ。あ、そうか。だとしたら現時点ミスタードーナツ。ミスタードーナツ。いいって。ミスターイブラヒム。あん時食えなかった分いいよ食べて。僕はもう結構ねいいよ。なんで見せない見せまいとしてんの。まあでも ストラクチャールールを採用するなら、うん、このケーキは2巻分として判断する。ストラクチャールゼロって話じゃなかったか。ゼロが2になる。ゼロは良くない。本当にこれは2巻扱いしようし。本当に何これ。チョコケーキ。チョコケーキのお腹パンパンになるで。ケーキゼロでしょ。カニ味噌とかみんな好きじゃないの。色がな。まあそうね。なんか食いたくない色してるよね。ネギトロタク。トロタクうまいよ。トロタクからの一回ラー油ネギトロいきます。僕自分コーン牛しぐれイカ。いただきます。トロタクからの卵。ひまごね。おー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 。卵からのからの大トロ。いいね。それ大トロじゃない説出てきたよ。僕が証明してるよ。普通に食品サンプルですよ。大トロからの、のサーモン。これもうなんか時間経ちすぎてさ酸化しちゃって色が。まあそうね。溶けたって、ね、食品サンプル食ってみた。じゃあここで、はい、大食いゲストの。ここで一句大食いゲストの、うん、はいはいはい、ローレン君に来てもらいます。え、呼ぼう今から。あり。電話しろ誰か。なんか電話して。全部食わす。全部食わそう。一、うん、人で食わせようぜ残り。多分食うよこれ全部。はい、いやローレンねめっちゃ食うんだよ。めっちゃ食うよ。え、そうなの。めっちゃ食う。あいつマジで食うよ。え、時代が時代ならフードファイターだ。時代が時代なら。そうなんだ。うまっ。気持ちいい。だね。てな感じで。意外とさ。てなもんで。てな感じでね。終わるノリじゃん。てな感じでね。新しいやつ。君と見上げた世界広げた中にまるで僕らみたいな見えない光見つけたい可能性に響いたスターバックス手を伸ばして君と一緒ならきっと永遠に強く輝く